いいね、いいけどさ、いいけどさ、何、女子会に潜んできたの？盗撮？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。さあ、ハートマークはあるんだろうか。あ、待って、いきなりあるやん。待って、他は1個、とりあえず1個と友達マークが1個あるね。ミカちゃん、めっちゃ頭振りよる、めっちゃ悩みよるやん。ちょっとだけ、さあ、今ちょっ回との来て相手おいはてく誰でだすさい。か？実はに、イッシーもアキュンも好きなんです。イッシーさんって相手おったんかな、今。いいでしょうか？え、どうなんやろ。おったようなおらんような。アキュンくんはおったよね。みのりちゃんよね、確か。イッシーさん、どんな感じで告白したらいいですか？え、イッシーさん多分大丈夫なはずなんよね、きっと。多分多分。可愛く、必死に、ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所は久々の音楽堂で。その前に着替えた方がいいですかね？あ、その頭のやつはちょっと外した方がいいかな。とりあえず帽子外してこれで行こう。はい、それでは勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。来る？あ、来た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 。石井さん今和服やったんか。このステージはミーたちだけのもの。ミーはあなただけのヒロインになりましょう。え、どうだ？こちらこそよろしくお願いします。よかったいいね、嬉しいね。久々に新たなカップル誕生。あー、よかったうまくいきました。イッシーさんおらんかったよね、相手。はい、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、ヨガ入門書。はい、どうぞ。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、旅行券をもらいました。ありがとう。一緒に行ってきたらいいのにね、私ね。くれんでも朝からだんだん活動できます。まあ、特にね、今ねめっちゃルンルンな感じやけん。はい、お茶漬けでもどうぞ。いただきます。はいはい、すごいね、食欲が結構美味しかったようです。よかったよかった。すべてがうまくいきよる。遊びませんか？いいねいいね、遊ぼう遊ぼう。キャッチ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。はい、スタート。いきますよ。ほい、お、ナイス！やった！なんかすべてがうまいこと運んでいきようやけど。いいね。やったね。おめでとうございます。ありがとう。アユナのそっくりさんのものです。受け取ってください。お宝、ヨーヨーをもらいました。ありがとう。ああ、順調すぎる。友達マークなんか増えたけど、お、ラブラブだね。いいね。友達マーク増えたけど喧嘩じゃないだろうね。あー、なんか一つだけやったけん喧嘩じゃないかなって思いよったけど、あ、喧嘩じゃなさそう。はい、ノアくん入るよ。さてさて、グッモーニング。グッモーニング。ヨッシーと友達になりたいです。いいと思う。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？ヨッシーさんどんな感じかな。面白い話、世間話、真面目、頭、面白い話で行こう。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。男の子同士やね。なんかそういうくだらん話とかして盛り上がるのが一番仲良くなれるんじゃないかなと思う。さあ、どうだどうだ。あ、楽しそう。楽しそうよ。いいんじゃない？おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。
いえいえ。おかげで友達になれました。キングの親友なんやね。ほい、レベルアップ。それじゃあ、道具で、犬レンタル券。はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。自分で言うのもなんですが、裏表はない方だと思います。いいことやと思うよ、それは。はい、チーズケーキでもどうぞ。いただきます。どうすか。あ、すごく美味しかった。よかったよかった。おお、好物1位になったやん、チーズケーキ。せっかくだから、ハンバーグを抜いて。いいね、遊ぼう遊ぼう。今日みんななんかすごい楽しそう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカードを表の外に出すと勝ちです。はい、スタート。さあ、来い。はっきょい。はっきょい。残った。残った、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 残った。速攻で。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。容赦ない感じやね。どれか選んでください。じゃあ、一番小さいので。他から松ぼっくりをもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあもう一個の友達マークの方行ってみようか。お、クマちゃん来とる。犬と戯れてますね。はい、マリンさん入るよ。どうも。なんかワイワイ賑やかにするような雰囲気の部屋じゃないけどね。お久しぶりです。お久しぶりです。マルシーノとはすごく仲がいい恋人だと思っているのですが、私とマルシーノのこともどう思いますか？え、いいんじゃないかな、ハルシロさん。あ、結婚したいやん。もう相性バッチリ結婚しちゃえ。ね、結婚しちゃえばいいと思うよ。常に人の目も意識しちゃいます。人の目意識してて、これこういう感じなのか。すごいな。でも本当になんかこの部屋とこの服の感じめっちゃ合うんよね。めっちゃ好きやわ、これ。はい、親子丼でもどうぞ。いただきます。しかしがっつり和食が好きっていうね。あ、でも好物はローストビーフ、カニ、カレーライス、洋食だな。お、レベルアップ。マリンさんはこの格好似合うね、なんか。めっちゃ似合うね、いいね。はい、シャボン玉セット。どうぞ。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。さあ、あとは友達マークとかハートマークとか増えてないっすね。一軒家の方もなんもないかな。一人もやってる。海さん、さっちゃん、子供は、あ、後ろ歩きよる。あ、もう歩けるようになっとるやん。じゃあお呼び出しするね、ヤミさん。ピンポンの音に子供は反応せんのやね。おはようございます。おはようございます。ごめんね、そんなテンション低くなっちゃって。お腹が空きました。さっちゃんに作ってもらったらいいのに。あれか、子育てで大変そうやけん、ちょっと遠慮してる感じ。はい、お茶漬けでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。あ、ダメ、マジであんまり美味しくなかった。ごめんね、わざわざ呼び出して。旅人と仲良くなってもすぐお別れなので、ちょっと寂しいです。まあ、そういうのはあるよね。まあ、出会いがあれば別れもあると言うけれど、寂しいよね。はい、それじゃあちょっとみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃん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 入れてってくださいまし。いいね、ちょっと掘り投げた感じやけど。今日は27,100円集まりました。ありがとう。そして朝一、今日はなんだ。おいしいコンビニ弁当だよ。コンビニ弁当をコンビニじゃない場所で売っているという。それはもはやコンビニ弁当ではない。ともちゃんがのんびりのんびりと。はい、それじゃあミーニュース見てこう。ニュースになりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。驚きの新製品が誕生しました。やっぱあれなんやね、ニュースを読むときにはお目はつけないよ、ね、今までの
食パンしか焼けないポップアップトースターはもはや時代遅れと言われそうです。でもね、最近はもうオーブントースターとかあるけどさ、ポップアップトースターはキムチ焼き機能も搭載、パンだけでいいんじゃないかな。キムチポテトして3分待てば焼きたてのキムチが勢いよく飛び出します。私キムチはね、全然普通に生でいいや。そんなわけないでしょ。焼かなくていいや。切ないです。なぜ切ないの？何が切ないの？ニューティノミーニュース YOUTUBE がお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあんーっと、遊びたい人とモヤモヤが多いのね。それじゃあカートくん、さっきね行司さんやってくれよったカートくん、ね、一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかってるミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、佐藤。モザイククイズ第1問。第1問、これは誰でしょう？キング。わかりやすい。答えはてかカートくんさ、わざわざ 台の上に上がってさ、頭切れてるの切れてるからさ、上がらなくていいと思うよ。これは誰でしょう？あずちゃん。答えはこれも分かりやすい。アズ SAKU でした。モザイククイズ最終問題。最終問題でで、これは誰でしょう？誰だ？ユウさん。答えはなんとなくユウでした。よかった、合ってる。ちょっとだけ心配やったけど、おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。だから歯ブラシをもらいました。ありがとう。別れたクイーンの写真は全て捨ててしまいました。マジか。でもそういうのってどうなんやろうね。恋人、別れた恋人の写真、なんか新しい恋人とかおったらさ、なんか捨てた方がいいかなと思いつつ、でもね、それはそれで思い出やん。なんか友達と写っとるのと感覚はやっぱ違うもんなんかな。お友達に戻れそうよ。やっぱ違うものなのかしら。その辺が私にはいまいちわかりません。はい、それじゃあちょっと新しく写真を撮ってきていただこうか。どんな写真を撮ってきてほしいですか？住人の写真。わかりました。なんかね、新しい彼女とかの目に触れんかったらいいんじゃないかなとも思うけどね。だってその期間の写真がごっそりなくなるわけやん。こんなのが撮れました。はいはい。いいね、いいけどさ、いいけどさ、何、女子会に潜んできたの？盗撮？どういう。タイトルは視線は待っている。視線は待っている。そんなタイトルは絶対当てはまらないと思うんだけど。30点。え、もう少し分かってると思ってたのに。何その、私がおかしいみたいな。分からないよ。はい、レベルアップ。それじゃあ道具で、釣竿。はい、どうぞ。道具、釣竿をプレゼントしました。はい、それじゃあ、新たに増えてない。はい、それじゃあリボちゃん入るよ。遊びましょう遊びましょう遊びましょう。ミーモザイククイズ。お、再びモザイククイズ第1問。第1問で、これは誰でしょう？ケイシさん。わかりやすい。答えは髪色で、ケイシでした。ね、モザイククイズ第2問。第2問で、これは誰でしょう？ゆうやさん。答えはあれ、多分サングラス部分じゃないか。ゆうやでした。ですよね。モザイククイズ最終問題。最終問題で、これは誰でしょう？みくるちゃん。髪型がみくるでした。よし、いいね、いいね。おめでとうございます。ありがとう。リボちゃんは彼氏とか作らないんですか？一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ一番小さいので。お
方から銀のブレスレットをもらいました。ありがとう。あれは眠くなりますね。ねえ、眠くなるよね。てかまああれないけどね、1年365日眠いんですけどね。はい、コーンフレークどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか、美味しくなかった？マジで？もしかしてあれかな、シュガーとかプレーン派じゃなくてチョコ派やったとか。私も同じくよ。まあでもシュガープレーンでも全然いいんやけどね、美味しいけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ということで、え、イッシーさんは2人目恋人、リミちゃんと別れてから。イッシーさんにも新恋人ができたということで、よかった。これからね、ちゃんと幸せになっていってもらいたい。